坂本薫は、東京都出身の精神科医、精神医学者、元東京女子医科大学病院神経精神科教授、赤坂クリニック院長、坂本薫うつ治療センター長。専門は、気分障害、不安障害の臨床と臨床研究。その専門領域においては日本を先導する医師の一人。1956年、東京都生まれ。 栄光学園中学校、高等学校を経て1982年、東京医科史科大学医学部卒業。その後、東京女子医科大学病院神経精神科にて、研修。1984年、同大学助手。1985から87年、旧西ドイツ政府級非留学生として、ン大学病院精神科留学。1989年、医学博士。 1993年、東京女子医科大学病院神経精神科講師。1999年、同大学助教授。2007年、同大学教授に就任。2016年、赤坂クリニック坂本薫うつ治療センター長。2020年、赤坂クリニック院長に就任。将来は、人の役に立つ仕事がしたいという思いから、 子供の頃には医師か弁護士になりたいと考えるようになり、中学3年生の時に医師を志すようになった。東京医科史科大学医学部卒業後、東京女子医科大学病院神経精神科を呼び、関連施設にて長期にわたり治療に取り組む。また、来院した患者に対しては、お辛い中、よくぞ来られました。という気持ちで接することを心がけており、 患者がどのような悩みを抱え、苦しみを感じ、恐怖感や不安を感じているのかを理解することに努めている。気分障害、不安障害の臨床と研究に従事。臨床面での実務や研究だけでなく、様々な講演や著書を通じて、広く心の病に対する正しい知識の普及に注力した啓発活動を行っている。 心の病に関する最新の知見が語られる公演は幅広い層から人気を博しており、公演回数は約1300回に及ぶ。また、自殺予防対策などを目的とした啓発のための公演活動で全国を回り、2018年9月には公演全国募集を実現している。2021年4月現在、 公演全国6周達成まであと9件と迫っているが、コロナ禍のため足踏み状態にある。趣味としてクラシック音楽鑑賞を好む。また、自身もピアノやチェロを弾く。他にも映画鑑賞を好み。日課として早朝乱を欠かさない。天候に関係なく、毎朝5時に気象し3から4キロメートルを走る。国内外を問わず、 講演会や学会などで訪れる先々にても早朝、乱は欠かさず、城を見物するのが楽しみ。動物好きであり、生まれ変わったら鳥の医者になりたいとよくつぶやく。クリンタルベータにおける旧西ドイツ留学時の回想インタビューでは、ン大学病院での診察風景は日本と異なり、病棟にある医師の部屋に患者さんを呼んで診察していました。また、患者さんはいつでも、 医師の部屋を訪れることができる、そんな環境でした。本大学病院は、ライン川を見下ろす小高い丘の上というとても良い、環境の中にありました。患者さんと一緒に、朝もやの中に古城とライン川を望む小径を、散歩したり、白樺にリスが遊ぶ、そんな見晴らしの良い庭で、患者さんたちとお茶会をしたりすることもありましたね。と回想している。名医に、 QNHK 教育世界一受けたい授業日本テレビありがとうございます